私の中の人生設計なんてことごとく崩されてきたわけですよ。ここからどうやって脱出したらっていうことが多すぎたので、今ようやく自分の思ったことを自分で構築して実現に持っていけるってなったのがすごい楽しいって思えてるので、もしかしたらそもそもの性格としてパッと与えられるよりもその過程も楽しんで結果を得たいタイプだったのかなって分析しています。高校の時に進路を決めるってなった時に歌うことしか考えられなくて、もう一気に東京に出て歌う場所を作るしかないってもう思ったっていう、もうただそれだけのことっていう感じですね。最初の3年間ぐらいはもうとにかく全てが初めてのことで、曲を作ったりデモを作ったりして、この事務所から私はデビューしていくんだろうっていうのをもう信じて疑わなかったっていう状態でしたね。でその後は社長と喧嘩して一旦広島に帰ります。そこから1年ぐらい経ってたと思います。その事務所の時にデモテープを作ったんです。2曲入りのそのテープがあるレコード会社の方に拾われたみたいで、オーディション受けませんかって言われたので行きますって思って、オーディションに受かってからは次の春この子と一緒にですってわーってすごいわーってやってもらったんですよ。でそのわーで終わったみたいなで2回目に出てまた帰るなんて絶対ありえないなと思って、もう自分の力でやるしかないってなった時にもう好きなことしかやらないってなって、心理をえぐるような感じの曲だったりっていうのを25の時にもう書き始めたので、それまでずれていたものがその時にこう合致して音楽やってるなっていう感覚に初めてなれたので、はい、そこがもうターニングポイントであり私のスタートだったと今は思っています。曲作りはですね、メロディーだけ突出したものとかアレンジだけ素晴らしいものっていうのがあんまりやっぱり私の中で100点にならなくて、こうサウンド全体としてこう塊としてすごい素晴らしいみたいな、そういうのが好きなので、それがそのまま曲作りに出てるっていうのはあるかもしれないです。迷宮入りという曲なんですけど、イタリアに行ってそのフィレンツェのドームっていうところに登った時に感動して書いた曲で、こう光の感じとかにも感動したんですけど、そういうものを現地のイタリアの友人にプレゼントしてもらったんですよね。そういう経験をプレゼントしてくれるっていうことがものすごく嬉しくって、わーって書いた曲なんですよ。で永吉監督という方がその曲を聴いて、これはもうぜひ逆回転をやりたいと、で会津にサザエ堂っていうそのもうまさに螺旋階段のでちょっとからくりな場所があるから、そこの中で迷宮入りしちゃおうみたいな、私の発したものにインスパイアしてくださって、あの映像案が出てきたので、なんかそのきっかけを与える曲になったっていうことも嬉しいですし、本当に皆様にも本当にご協力いただいたなと思います。これはしんどくなった時必ず言ってることなんですけど、絶対にやめないことですね。続けようって思うとちょっと疲れると思うんですけど、でもやめたいなとかどうしようって思った時にやめないという選択肢を取るっていうか、それが本当に大事なことだと思うんですよ。小さい頃から評価されて神の子だみたいな人もいますけど、私は多分もう本当にもう空洞の状態で生まれて、それこそ経験をしたりいろんな活動をしていく中で自分の音楽の実力だったり技術も、もう成長させてあげてきたタイプなので、22歳の時やめなかったから今こうしてまだ成長を自分で楽しめる自分になれてるんだっていうのがすごく強くあるので、お休みはしてもいいけどやめないことが一番大事かなと。